算数の授業のために集めた箱のような形、筒のような形、ボールのような形を使って工作を作ってみましょう。自分が集めた材料を見ながら、どれとどれを組み合わせたらいいか考えましょう。筒のような形は転がってしまうので、箱のような形と組み合わせるといいですね。透き通っている入れ物には、お花紙やカラーボールなど、色のきれいなものを入れましょう。外から見ていい感じにできたら、蓋をして、セロテープで留めておきましょう。筒の形に箱の形をしっかりと留め付ける場合は、セロテープを長く切って巻きつけるようにするといいです。手で押さえながら作業するのは大変なので、仮留め用には両面テープを使うことをお勧めします。両面テープが人数分ないときには、一人分ずつガムテープに貼り、必要な長さだけ切り取って使うといいです。両面テープで仮留めしてからセロテープでしっかり貼ると、両手が自由に使え、とても作業が楽です。この部分も透明なので、お花紙を入れました。先ほどと同じように、箱の口は閉じて、セロテープで留めておきましょう。ここにサイコロのような形をくっつけましょう。あ、落ちてしまいますね。こんな時は両面テープです。両面テープで仮留めして、セロテープでしっかりと貼り付けます。首の長い生き物っぽくなってきました。ここに足を張りたいのですが、どうにもグラグラします。下に張っている箱を外して大きな箱に変えてみましょう。両面テープで仮止めしてからセロテープでしっかりと留めます。まず足の位置をだいたい決め、両面テープを箱の形に貼っていきます。そこに細長い箱の足を4本貼って、立たせてみましょう。グラグラするようなら、足の位置を調節します。場所が決まったら、しっかりとセロテープで貼ります。これでしっかりと4本足で立ちました。平べったい筒のような形を頭の両側に両面テープでつけ、セロテープでしっかりと留めました。両面テープがなくなったら、台紙を持って行き、必要な量だけ取ってきましょう。尻尾は細長い筒の形です。これも両面テープで貼ってからセロテープでしっかりと留めます。背中の部分に余った両面テープをつけ、発泡スチロールのボールのような形をくっつけると、ブツブツの模様になります。これで生き物の形が出来上がりました。時間があれば飾り付けをしていきましょう。飾りは折り紙や画用紙などで作りましょう。両面テープを使えばセロテープの上やツルツルした箱の上にも貼ることができます。糊が使える部分は糊を使いましょう。飾りの色や形を工夫してお気に入りの生き物に仕上げましょう。同じような大きさの箱をつないだら、虫のような形になりました。背中の模様はお花紙に両面テープをつけて、セロテープのようにして貼っていきました。その上からボンドをつけて、お花紙で作ったカラフルなボールのような形を貼りました。作るものは生き物でなくても構いません。乗り物や建物、なんだかわからないけど面白いもの、何でも好きなものを作ってみてください。